こんなこと私から言っていいのかな。ずっとずっとあなたのことが。立ちました。視力回避フラグちゃん。私は失恋フラグ、私立キラキラ高校に通う2年生。今日は1学期の終業式。明日から待ちに待った夏休みなんだけど、いけない、遅刻遅刻。うっ、つて、いやー、モブくん。モブくんは私の憧れの人、絶賛片思い中なのよ。ごめんね、大丈夫かい。モブくんが私見てよ。うん、大丈夫。こっちこそごめんなさい。あっ、いけない、モブくん。やっぱり足を痛めてるみたいだね。モブくんの胸の中に今が人生のピークなのかも。仕方ないな、もっとピーク来ちゃった。このまま学校まで送っていくよ。このまま最高、ありがとうモブくん。いや、ダメよ、みんな見てるってば。変な噂が当たっちゃうよ。だからって怪我した女の子を放っておくわけにはいかないだろう。ドク、ありがとう。ちょっとあれ見て、無謀様がお姫様抱っこしてるよ。うっそ、羨ましい。くぅ、この時間が一生続けばいいのに。なんですかあれは。釣り合わない恋。もうすぐ夏祭りだよな。無謀様誰と一緒に行く予定ですか。まだ考えてないな。そりゃもちろん俺とだろ。それはないな。なんだよ。モブくんはみんなの人気者、かっこよくて明るくて財閥の御曹司で、まさに王子様って感じ。一方私は地味で暗くて何の取り柄もないただの女子高生。でも何うつむいてんの。え、モブくん、なんでもないよ。つうかさ、納豆髪についてるぞ。朝ごはんのやつがついちゃってた。ほら、糸引いてるぜ。キュン、糸がハートの形に、かっこいい。モブくんはなぜか私に優しい。そういやモブ、今朝失恋フラグのことお姫様抱っこしてたよな。お前ら付き合ってんの。付き合ってる。はぁ、どういうこと。ねえモブ様、どういうことなの。やっぱり、やっぱりそう見えちゃうわよね。あ、そうだよね、モブくんが私なんかと付き合ってるなんて誤解されたら迷惑よね。付き合ってなんてないから。モブくんは優しいから、怪我をした私を心配してあんな風に学校まで送ってくれただけ。本当に何でもないの。まあ私はめちゃくちゃ嬉しかったけど。俺も別に勘違いされても気にしないけど。それって、うわー、何、モブくんったらかっこよすぎるわよ。ちょっといい。え、何よあんたたち、用があるならさっさと言いなさいよ。あなたみたいな陰キャは無謀様にふさわしくないです。自分でも分かってるんじゃないですか。それはどうせ色目使ってるんでしょ。あの無謀様がこんな地味な女を気にかけるわけないもんね。そんなことしてないってば。とにかく無謀様とネクラ女じゃ釣り合いませんから、無謀様と仲良くするのやめてもらっていいですか。は、嫌に決まってるでしょ。陰キャってちょっと優しくされただけで思い上がるんですね、気持ち悪い。そんな、あなたみたいな勘違い女が無謀様にとってどれだけ迷惑か考えたことないんですか。私がモブ君にとって迷惑。誰が俺にとって迷惑だって。モブ君、私は無謀様のことを思って。迷惑なのはどっちだよ。くもし今度こいついじめたら俺が許さないから。別にいじめてなんかないですから。あんな奴らのことは気にしなくていいから。あの、どうしてモブ君は私なんかに優しくしてくれるの。え、バカ、そんなこと言わせるなよ。でもなんかほっとけないんだよ。モブ君、可愛すぎる。もっとその顔をよく見せて。何にやけてんだよ。別に何でもないのよ。あのさ、もしよかったらなんだけど、夏祭り一緒に行かないか。え、いいの、行く、絶対行く。でも私なんかと言ったらまた噂になっちゃわない。俺は失恋フラグちゃんと夏祭りに行きたいんだよ。
いいさ、噂になったって。え、絶対、約束だからね。これって絶対絶対 100% 私のこと好きなやつよね。これは噂とかじゃなくてもう付き合えちゃうやつ。よし、決めた。夏祭りで絶対告白するわ。夏祭りデート。遅いな、失恋フラグちゃん。ごめんなさい、準備に時間かかっちゃって。怒った？いや、その可愛いなって。頑張ってよかった。泣くほど。でもモブ君も浴衣すごい似合ってる。ありがとう。よし、行こっか。そうだね、行こう行こう。まだ花火まで時間はあるから、ちょっと屋台でも回ろうか。楽しい。てか浴衣姿で並んでお祭りって本当に付き合ってるみたい。どうしよう。お、金魚すくいだ。失恋フラグちゃんは金魚すくいとか得意？そうなの？じゃあやる？やばい、意識したら急にどう話していいか分かんなくなってきちゃった。金魚すくいなんて別に得意じゃないのに。おじさん、二人分ね。お、カップルかい？熱いね。カップル？兄ちゃん、彼女にいいとこ見せなよ。彼女？大丈夫？うん。じゃ、勝負ね。え？なんだよ、得意って言ってたのにめっちゃ下手じゃん。大丈夫？さっきから顔赤いし、具合でも悪い？いや、なんでもないよ。私、いつもモブ君とどんな風に喋ってたっけ？あ、モボー来てんじゃん。あれ、さっきモボーの隣誰かいなかったか。あれ、失恋フラグちゃん。私のバカ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 、なんでいつものように振る舞えないのよ。こんな調子じゃ告白なんて、やっぱり私とモボ君は私じゃ釣り合わないんだ。ピエン、やっと見つけた。ったく、勝手にどっか行くなよな。それは、その…心配したんだからな。ごめんなさい。なんで勝手に行っちゃったんだよ。それは…俺とのお祭り、楽しくなかった？そんなことない。こんなに楽しいお祭り初めて。じゃあなんで？私が変に意識して、うまく喋れないし、テンパっちゃうし、こんなんじゃ、モブ君はつまんないかなって。バカだな。俺も楽しかったに決まってるだろ。え？てか、俺だって意識してたんだからな。お互い様だよ。モブ君、あのね、私、モブ君のことが。現実。そして花火の下で二人はキスを。いやー、たまんないなー。あれ、失恋フラグちゃん何書いてるの？モブ君、いやー、これは何でもなくて。なんだか怪しいですね。別にただの漫画よ。漫画？すごいじゃん、見せてよ。あー、ダメ。終わった、何もかも。ピン。誰この美男美女、少女漫画、へえ、面白いじゃん。絵も上手です。そう、まあ軽く描いてみただけだけどね。はあ、危なかった。あれ、モボって俺と同じ名前だ。よく見るとこの王子様、かすかにモボさんに似てるような。いやー、やっぱ見ないで。ピエン、ハッピーバースデー。7月7日は僕とこの子、失恋フラグのお誕生日だよ。私たちの誕生日を記念して、なんと恋愛&失恋誕生日記念グッズを発売するわよ。今回は私たち4人のフラグのミニキャラが特別に書き下ろしよ。じゃじゃーん、このイラストが記念グッズになっちゃうの。僕たちだけじゃなくて、しーちゃんとせいちゃんもいるし必見だね。グッズのラインナップはこちら。記念イラストを使用したアクリルキーホルダーとアクリルスタンド、そしてマフラータオルが発売だよ。レンレンと私のワクスタ、双子で揃えて並べたくなっちゃうな。そして一押しはこちら、僕たちのイラストが描かれたフルグラフィック T シャツだよ。君と一緒に T シャツになるなんてちょっと複雑な気分だけど。どういう意味よ、双子コーデにぴったりじゃない。僕たちが着たらバカップルみたいにならない？いいでしょ、私は初のグッズ化なんだから。は
はい、グッズはすべて受注予約制。7月3日日曜日18時から8月1日月曜日17時59分までプロットストアにて期間限定販売中だよ。そしてなんと私とレンレンの誕生日ボイスも発売するわよ。僕たち2人に挟まれてあんなことやこんなことまでされちゃうかも。ぜひ聞いてみてね。ボイスは7月7日木曜日18時30分から8月1日月曜日17時59分までプロットストアとブースにて期間限定販売中だよ。詳しくは概要欄をチェックしてね。全部買ってくれないとだっちゃうわよ。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。待て。